ゃあちょっと出だしから。最初のアップとその次に出てくるダウンとアップアップ、もう手の振りはずっとこういう振りのまんまで、空振りを入れてリズムを作る。慣れるとスピードも出るし、で表拍裏拍のこのノリのねタイミングがしっかり出てくるので、例えばダウンアップ交互に使いましょうってなってもこういう本当に交互にやるんじゃなくて、表拍はダウン、裏拍がアップっていう組み合わせは変えずに、空振りをしっかりと作る。まあ、こっちもね、まあこれダウンで言ってもいいけど、表拍裏拍を考えるとこんな感じになる。空振りがダウン、空振り空振り、空振り空振りダウン。空振り空振り、こんな感じのリズムになる。まあ、とりあえずここはいいけど、ここね、サビのところ。気をつけて練習してみてください。